こんにちは、かっちゃんです。鶏かぶやということで、今日は鶏肉を使った節約簡単おつまみレシピということで、今日は鶏肉でも鶏皮を使いながら、鶏皮ユッケと鶏皮を使ってささっと作れるような甘辛鶏皮こんにゃくを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。板こんにゃく 250g の表面に斜めに包丁を入れ、切り込みを入れたらスプーンでくり抜きながら食べやすい大きさにちぎっていきます。はい、では鶏皮は綺麗にね、下処理してあるものは毛が残ってない場合が多いんですけど、こういう風にね、残ってる場合もあるので、毛が残っている場合は綺麗に取ってから使ってください。鶏皮 150g を食べやすい大きさに細かめに切ったら、沸騰したお湯で下茹でしていきます。では1分半から2分ほどさっと下茹でしたら、ザルにあげて水気を切り、フライパンで炒めていきます。鶏皮から結構ね、油が出るので、今回テフロン加工のフライパンなので油なしで炒めていきます。くっつく場合は少しね、油加えて炒めてください。では鶏皮の表面に焼き色がついてくるぐらいまで全体を炒めたら、すりおろしにんにく、生姜各小さじ1、醤油大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ2分の1を加え、調味料を合わせながら火を強火にして、水分を飛ばしながら炒め合わせていきます。はい、では最後塩少々で全体の味を整えたら完成なので、お皿に盛り付けていきましょう。お皿に盛り付けたら、上に炒りごまを散らしていきます。一味唐辛子はお好みで、ピリッとさせたい方はかけてください。ではあと刻んだ小ネギを上にパラパラっと散らしたら OK。 はい、ではこんな感じで鶏皮を使った甘辛鶏皮こんにゃくの完成です。はい、では鶏皮こんにゃくは出来上がったので、鶏皮ユッケを作っていきます。ではまずそのまま大きいままの鶏皮を下茹でしていきます。はい、では 2,3 分茹でて、鶏皮にしっかりと火が通ったら、ざるにあけて水でさっと洗い流し、水気をしっかりと切ったら、食べやすい大きさに細長く切っていきます。鶏皮を切り終えたら、長ネギの白い部分 30g をみじん切りし、細ネギ 30g を細かめに小口切りしたら、ボウルに酒大さじ1を加え、 600W の電子レンジで20秒から30秒ほど加熱し、アルコールを飛ばしたら、醤油大さじ2、コチュジャン大さじ1、オイスターソース大さじ1、砂糖大さじ1、ごま油大さじ1、酢大さじ2分の1、すりおろしにんにく小さじ1を加え混ぜ合わせ、水気をしっかりと切った鶏皮を加えて混ぜていきます。ではさらに切っておいたネギを加えて混ぜていきます。ネギを加えて混ぜ終えたら完成なので、きゅうり2分の1本に斜めに包丁を入れて大きめに輪切りしたら、千切りしていきます。では千切りしたきゅうりをお皿に盛り付けていきます。きゅうりを盛り付けたら、出来上がったユッケを山を盛るように盛り付けていきましょう。
このタレとネギも全体にしっかりかけていきます。では上から煎りごまをパラパラと散らしていきます。では最後中央に卵黄を落として、上に糸切り唐辛子をパラパラっと散らしたら OK。 はい、ではこんな感じで鶏皮を使った節約簡単おつまみ鶏皮ユッケと甘辛鶏皮こんにゃくの完成です。じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は鶏皮を使いながら節約おつまみ鶏皮ユッケと甘辛鶏皮こんにゃくを作ってみました。それでは本日はザ・レモンクラフトで乾杯。缶から直接お飲みください。乾杯。くー、優勝。今回は私すごくね、鶏皮が好きなので、鶏皮使いながら簡単にね、作れるようなおつまみを2品作ってみました。じゃあもうこのね、ユッケからいきましょう。いただきます。鶏皮を茹でて火を通しながら細切りにすることで食べやすく、この醤油とコチュジャンをベースに甘辛いユッケダレが鶏皮にもよく合って、ほんとすごくお酒の進むようなレシピになってます。鶏皮をお湯で茹でて余分な脂が落ちつつ臭みもしっかり抜けて、この鶏皮独特のプリッとというかこのコリッとした食感がすごく美味しいレシピになってます。で、まあ茹でてるんでね、そこまでめちゃくちゃ脂っこさも気にならず、冷やしながら食べても美味しく食べれると思います。このユッケダレにキュウリや卵黄もすごくよく合うので、キュウリを下に置いてこのね、卵黄を鶏皮と一緒にあえながら食べてもすごく美味しく食べれます。まあ鶏皮自体ちょっとこう脂が多い部位ではあるので、今回ねネギすごく多めに入れたんですけど、薬味をたっぷり入れることによって鶏皮の脂っぽさも気にならず、より美味しく仕上がると思います。じゃあ今度ね、甘辛こんにゃくいきましょう。こんにゃくを下茹でするのと一緒に、あらかじめ鶏皮を下茹でしておくことによって臭みがなく余分な油も落ちて、鶏皮から結構油が出るので炒める時も油なしでもフライパンにくっつかずしっかり炒め合わせることができます。で、味付けはほんと醤油をベースにちょっとこう甘じょっぱい感じのタレにしてあるんですけど、このタレがこんにゃくや鶏皮によく絡んで、これもお酒も進みますし、こうご飯もね進むようなレシピになってると思います。この鶏皮からね出た油がうまい具合にこんにゃくに絡んでくれて、味全体にコクが出て、こうちょっとピリッとさせたい方は一味唐辛子かけて食べるとより美味しく食べれると思います。いやー、このユッケめちゃくちゃ美味しい。なんかほんとガツ系、なんかガツポンとか好きな人かなり好きだと思います。私ね、鶏皮ほんと好きなんですけど、砂肝とかガツとか結構内臓系好きな人かなり好きだと思います。はい、ということで今日は鶏皮を使った節約おつまみ鶏皮ユッケと甘だれ鶏皮こんにゃくを作ってみた動画でした。鶏皮を細長く切ってユッケダレに和えることで、ほんとこのユッケダレとこの食感のある鶏皮がすごく美味しいレシピで、たっぷりの薬味や一緒にキュウリを添えながら食べてもお酒が進むようなすごく美味しいレシピだと思います。こんにゃくの方もすごくシンプルに炒め合わせただけなんですけど、鶏皮を使うことによってすごく旨味が出るので、こっちもお酒も進みますしご飯も進むようなすごく美味しいレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。
鳥皮はまずいわけがない。